大阪市と飯山市の交流は、昭和48年に当時の春日開智飯山市長がスキー客誘致のために大阪を訪れていた際に、大島康史大阪市長を訪ねたことが始まりでした。そして翌年の昭和49年に両市の間でスポーツ交流スキー姉妹都市提携の調印が行われ、大阪市と飯山市の姉妹都市交流がスタートしました。以来スキーを中心に交流が図られ、平成28年には交流をさらに拡充する形で大阪市飯山市市民交流姉妹都市宣言を取り交わし、今日に至っています。両市の交流は今年50周年を迎えました。長い付き合いからね、大阪市のもんはみんなここへ来るようになってしまったからね。いいですね、僕は気に入りました。どうも、長野県住みます芸人のゆでたかのでございます。皆様、あちらに見えますのが大阪市役所でございまして、なんと私実は大阪市の出身でございますので、これから大阪市と飯山市とにご縁のある方々を取材していきたいと思います。皆さんもご存知かとは思いますが、大阪市はなんと2025年万博を控えております。大阪市は人口はおよそ280万人、関西の中心都市です。大阪湾に面して古くから水運で栄えた水の都でもあります。現代は商都として国際都市の顔も持っています。そして大阪市のシンボルが大阪城です。大阪豆知識ということで、今回披露するのは大阪城の住所でございます。ご存知でしょうか。大阪城の住所はなんと大阪城 1-1 1丁目1番地なんですね。大阪城を中心にこの住所が出来上がっているということでございます。そして大阪城の周りも割といろんな町の1丁目が集まりやすいという傾向にあるので、皆さんもぜひ大阪に来たらチェックしてみてください。平成26年には姉妹都市交流が40周年を迎え、大阪市の長井植物園に飯山市のリンゴの苗木が植樹されました。それから10年、リンゴの木は大きく成長し、それとともに両市の交流の幹も太くなっています。こちらは大阪市立長井植物園でございます。嬉しいですね。私こちら大ファンでございまして、大阪に住んでた頃年間パスポート買って週に何回も来ておりました。四季折々のね、お花とか自然が楽しめるすごいいい場所なんですけれども、知りませんでした。こちらになんと飯山市から送られたリンゴの木が植わっております。本当にあの四季折いろんなお花がある中で、しっかりこちらにも飯山市が存在しておりますので、ぜひ皆さん大阪市立長井植物園、いろんな自然を楽しみつつ、こちら飯山市のリンゴの木も見に来てください。そしてここで大阪豆知識大阪はですね、町の中自転車乗ってる方たくさんいらっしゃいます。自転車の保有台数がですね、全国でもトップクラスなんですけれども、なんと飯山市も自転車、これから観光どんどん増えていくかもしれないですね。自転車での観光、そして移動にも飯山市がこれから自転車どんどん増えていくかもしれませんので、大阪市と飯山市、自転車での親和性高まっていくかもしれませんね。大阪市飯山市姉妹都市提携50周年を記念して、さまざまな行事や取り組みが行われています。その一つとして、大阪市の鶴見緑地公園で飯山市の菜の花の種まきが行われました。こちらは花博記念公園鶴見緑地でございます。
こちらにはですね、大阪市と飯山市の姉妹都市提携45周年を記念しまして花壇が作られてですね、今年もここに飯山市の菜の花がきれいに咲いたそうでございます。菜の花の季節に来る際はぜひチェックしてみてください。飯山市の花壇の脇にはこちら紫陽花も咲いておりまして、こちらも飯山市から移植したものだそうです。そしてここで大阪豆知識でございます。大阪に来る際チェックしてほしいものがございます。それが道路でございます。主要な大きな道路ですね、チェックしてみてください。すると筋と通りと名のついたものがございます。御堂筋、境筋、そして千日前通り、長堀通りとかですね、あるんですけども、これはですねどこを通ってるかなんですね。南北を通ってると筋、東西を通ってると通りと名前が変わってるんです。なのでこの通り筋をですね、チェックしながら大阪市この町探検も楽しめるかもしれません。こちら私がおすすめします大阪市のスポット、商店街でございます。こちらは駒川商店街といいましてですね、大阪市の三大商店街、千林商店街、駒川商店街、天神橋筋商店街の一つでございます。小さい頃から足しげく通っておりますので、ぜひ皆さんにもですね来てほしいところでございます。大阪市はぜひ商店街も楽しんでみてください。ここで大阪豆知識ということで、大阪人はですね甘めの味付けが特に好きでございまして、お好み焼きのソースもちょっと甘めになってるんですね。なので大阪に来たらお好み焼きを食べたらですね、甘み、コク、とろみがプラスされているこのお好み焼きのソースも楽しんでみてください。昭和49年の12月に大阪市と飯山市の間でスポーツ交流スキー姉妹都市提携の調印が大阪市で行われ、年が明けた翌年の2月に信濃平スキー場を会場に提携記念の式典が開催されました。大阪市と飯山市の両市長、市議会議長をはじめ、両市の身体障害者、青年や子どもたちなど両市の代表市民およそ500名が参加しました。会場には障害者のスポーツ交流を提案された三笠宮様も来場されました。この時から本格的な交流が始まりました。大阪市と飯山市のスキーを通した交流は連綿と50年にわたって続いてきました。一般市民のスキー教室はもとより、初めから大阪の障害者の皆さんが飯山市を訪れ、雪の楽しさを知り、スポーツを通して友情を育んできました。昭和50年の第1回から参加している方に交流の思い出を伺いました。障害者スポーツ交流のこの1回目から参加ということなんですけれども、はい、これなんで始まったとかっていうのはご存知だったりしますか？この、 センターが、できた時に三笠宮智仁親王殿下が、関わってらして、でその当時の市長さんが殿下の方に、障害者の大阪市民に雪を味わせたいということで、スキーの指導をお願いしますということで始まりました。何回か来られて、はい、飯山市の印象ってどんな感じですかね？その初めての時はまだ盲学校に通ってる時だったんですけども、雪ってすごい冷たいんですけども、でも誰も踏んでなかったらふわふわしてますよね。そこにボーンとこけた時に、わあすごいなんかあったかいな、そういう感じですね。やっぱりその時の感覚っていうのは今でもやっぱりしっかり鮮明に残ってるものですか？覚えてますね、はい、うん、何をしてもこけてばっかりで、でもすごい楽しかったんですよ、やってる時が、滑れるまでが。
これからも飯山市との交流というのは続けていきたいですか？そうですね、続けていきたいです。はい、すごい自然も豊かやし、ご飯も美味しいし、で行くとも、で今年は野沢菜漬けが困難で美味しいからいっぱい食べていってねとか、そういう交流とかもあって、はい、でこれからもね、多くのたくさんの人と交流して続けていけたらいいなと思います。今年行った時にちょうど50周年のなんかで花火が上がりました。歓迎の花火で、じゃ次の花火まで飯山市に通ってください。 100まで、すいません、100までですか、はい、あと50年ですか、はい、どうにかよろしくお願いします。毎年年1回で、本当に数日間しか私たちは行くことができないんですけども、いつも変わらず迎えてくださって、本当に私たちは助かってます。ありがとうございます。でこれからももしよければ大阪にも、遊びに来ていただけたらいいなと、はい、思います。スポーツで始まった大阪市と飯山市の交流はやがて文化交流にも広がっていきました。大阪市のコミュニティ合唱祭に飯山混声合唱団が招かれるようになり、逆に飯山混声合唱団の創立50周年の際には大阪から合唱団が招かれ美声を披露しました。合唱を通じて交流を続けてきた音楽関係者の絆は深くなり、2019年の飯山市の豪雨災害に対して大阪市コミュニティ合唱祭実行委員会が義援金を飯山市に届けてくれました。これからも続けてできることはさせていただきたいなと思っています。合唱祭とみんなの総理としてのちょっとささやかな義援金でございますけど、何かお役に立てていただければこちらもありがたいなという次第で、よしていただいた次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。50年前に始まった大阪市と飯山市の交流は、合唱を通した交流により市民同士の草の根の交流へ広がり、より一層絆を強くしています。飯山市と交流を持ってくださっている大阪市コミュニティ合唱祭企画委員の皆様です。忘れがたきうるさぽ。飯山といえば自然に囲まれた美しい都で、リンゴが美味しい。飯山といえば360度パノラマ湯滝温泉。飯山といえば仏壇の町です。飯山といえば本当に皆さん優しい心でいっぱいです。飯山といえば明るい人たちでいっぱいです。飯山といえば春夏秋冬大好きです。飯山といえばはい、おりんごも美味しいですけれども、お酒が何より美味しいです。それとお蕎麦もうとにかく食べるものは皆美味しいです。やっぱ絆がもうここにもあるんですね。心ですよ、心がつね。これまで飯山市との交流があったと思うんですけど、はい、何か思い出みたいなものってあったりしますか？いや、毎年飯山からね、バスをチャーターして来てくださるわけですよ。3回目から来てくださってるんで、もううち11回目ですから、1回だけ、ね、コロナであかんかった時もありましたけれども、ずっと来てくださってます。それから私たちもね、新幹線が通った時に行かせていただいたりして、向こうでまた演奏させてもらったりしてるんで、まあ、来ていただいたり行ったりで、いい関係させてもらってるなと思っています。飯山市との交流が始まったきっかけとか、そういうエピソードみたいなところってあったりしますか？まあ、詳しくは存じないんですけどね、当時の市長さん同士が何かの時にこう話し合いをされてね、
山のない大阪、海のない山が子ども同士の交流を、まあ、スポーツを通じた交流をしたらいいよねっていうような話ですごく盛り上がったというようなことを私は側聞してるんですけどね。それでスポーツ交流スキー姉妹都市というのを大阪市と飯山市で昭和49年の12月に締結をされたと。それ以来、まあ、青少年のスキースクールとか障害者スキーとか、まあ、いろんな形で、まあ、もちろん職員同士のスキー交流とか、まあ、スキーを通じた市民交流がずっと続いてきたようでございます。それで、平成の初期にあったあの花博の時にも、まあ、飯山から出展をしていただいたりとか、あるいは大阪市各区でやってる区民祭りに飯山市の農産物を出展していただいたりとか、そういう形での交流はこうずっと続いてきたようですね。城東区で飯山市の吹奏楽団、みゆきの吹奏楽団っていう市民吹奏楽団をお呼びして区民あの吹奏楽のフェスティバルに出ていただいた、それがまあ文化交流の始まりだったようにも聞いてます。いや飯山にも素晴らしい合唱団があるんですよというようなお話から盛り上がりましてね、そうしたらこの合唱祭に出ていただこうじゃないかということで実現したのが、あの合唱祭に飯山の合唱団が出ていただく、まあ、スタートになったわけですね。それで、まあ、毎年のように出ていただいて、今では飯山市の合唱を愛する皆さんが集まって飯山市おぼろ月をスペシャル混声合唱団というのを編成していただいて毎年出演していただく、市民との皆さんと交流が深まっているというのは非常にいいことだなというふうに思っています。今後飯山市との交流ってどのような抱負があったりしますか？はい、あの大阪24区あるんですけどね、あの今半分ぐらいまで、ね、来ているんです区民合唱団が。これがどんどん増えましてですね、あの大阪市全体の区民合唱団の集いになっていけばいいと思うし、それにあの飯山市の方も来ていただいて飯山市の方と大阪市全体とのお付き合いになっていけばいいなというふうに思っております。メンバーで今度7月21日に姉妹都市交流50周年記念のみんなで歌おう会かな、ね、あれに参加をしに行くんですけどね、飯山市の大ホールで歌えることを楽しみにしてますよ。はい、飯山の大阪です。長野県大阪事務所に飯山市と大阪市の都市間交流についてお伺いしにやってまいりました。そしてなんと今飯山市の特集をしてくださっています。なんと事務所長さんが飯山市のご出身だそうでございます。私あのここの大阪事務所でですね、あの関西のこう大阪の方と本当に話す機会非常に多いんですけど、まあ、長野県、まあ、飯山市もそうなんですけど、すごくねいい印象を持ってるんですね、あの大阪の方っていうのは。でそれはやっぱりその、まあ、田園風景であったり水であったりね、その田園、あのそういったこうあの風景に対するすごく憧れもありますし、その美味しいものがすごく信州っていうのはたくさんあるんで、まあ、飯山に関して言いますとまさにその原風景が広が目の前にこう広がる、あの千曲川が流れてですねあの田んぼがこう広がって菜の花が咲いている、でこういう本当に風景っていうのは関西にはないんですね。ですからそういう意味ではあのやっぱりこうふるさとみたいなねイメージを持たれて、そこにやっぱりあの実際に足を運んだり、そこのものを食べたりということで非常にその交流っていうのは意義があることかなと思っています。アウトドアっていう もうちょっとこうスキー以外で行ってみてもですね、まあ、飯山には本当に自転車から始まってカヌーとかですね、あのサップですとかトレッキング、まあ、本当にいろんなこうアウトドアの要素がありますので、まあ、大阪含めて関西にはですね2000万人あの住んでるわけですから、まあ、その方々にやはり飯山に観光で足を運んでもらうっていうのはすごく、ね、重要なことかなと思いますし、やっぱり消費地ということでいくと大阪っていうのは天下の台所って言われてるんですね。すごく目利きがあの聞く方が多いんです。あの美味しいものにはしっかりお金を払う、そういう文化が、ね、ありますので、まあ、飯山はまさにですね美味しいものの宝庫なんですよね。飯山にはね美味しいお酒もありますので、そういったやっぱりその本物の価値をねしっかりこう関西大阪であの PR していただくと、大阪の方っていうものはしっかりいいものを買いますので、大阪もやっぱりしっかり意識してね PR してほしいなっていうのはありますね。
飯山っていうものはやっぱり自分の中でもね、もう本当に大事な場所ですし、そういった意味では何かお役に立てればね、すごくいいなというふうに思ってますし、まあたまたま今こういった大阪事務所のね、所長という役職でここにいますので、まあ大阪と飯山をつなぐなんかいろんな役割がね、私もできると、まあそれはやっぱり妙利に尽きるかなっていうのもありますので。飯山市は長野県の最北部で新潟県と境を接しています。中央を日本一の大河千曲川が流れる自然豊かな里山です。こちら北陸新幹線飯山駅でございます。いつかこの新幹線が大阪まで伸びてくれること心待ちにしております。そしてこの飯山にはですね、大阪から移り住まれた方がいらっしゃるとのことでございますので、今から飯山についてお話お伺いしてきます。大阪出身で飯山市でバーログを経営されている店長さんでございます。お願いします。お願いします。どうですか飯山は。飯山、まあ、来て今約まあ4年経つんですけど、移住してきて、まあ大阪にいた時はこうせかせかこう暮らしてたんですけど、今はもうなんかのんびりこの大自然に囲まれて。大阪の時よりはね、はい、なんか心が落ち着きますよね。はい、心が、そうですね、大自然毎朝こう山を見て、うん、こう自然見て、あとなんか季節の変わり目がすごいはっきりしてるんで、それに癒されながら過ごせてます。ちなみに大阪から、はい、飯山に来るきっかけっていうのは何やったんですか。もともとスノーボードが好きで、今はこうスーパーに出かけると絶対必ず知ってる人に会うみたいなすっかり飯山に馴染んでます。一番こう飯山の魅力というか、自然とかもそうやと思うんですけど、はい、今のところ一番は何ですか。一番は人ですかね。人が本当にあったかくて、大阪も人情の街とか言うんですけど、うん、また違う人情というか、うん、そういうのがあってすごいありがたいです。みんなに助けてもらってなんとか生きれてます。大阪飯山がこうなっていけばいいなとかっていう、はい、飯山の人って大阪に行ったことない方が結構いはるんで、こうもっとみんな大阪のいいところをいつましても伝えるんですけど、こうみんなに大阪のいいところも知ってもらって、飯山の大自然も大阪の人に知ってもらって、こう交流できていけたらなとは思います。長野の人結構大阪人みんな可愛がってくれるんで、ね、関西弁みんな大好きなんで、ね、はい、もう本当こう伝えていきたいですね、はい、関西弁愛してるよみんなっていう、はい、大阪のそういう関西とか大阪の方が本当に美味しいって言ってもらえるのが本当に自信ついて本当に嬉しいです。もう飯山来てね、何やろ、もう25年以上なるんですかね。きっかけはね、やっぱりスノーボードです。はい、ウィンタースポーツやりたくて、はい、せっかく何しに飯山来てんやろって思ったんですよ。で、その本当のたこ焼き、大阪のたこ焼きっていうのを食べてもらいたいと。こういうふわとろのたこ焼きが大阪が主流ですよっていうのを知ってもらいたくて、あと大阪のソースつけて食べてもらいたいっていうのがあったんで、店やるときにここをねリトル大阪にしたろう思ったんですよ。そこまでね考えたんですよ。結構お客さんが大阪行ってきた行ってきたって言うんですけど、もう間違いなくみんな楽しかったって、うん、帰ってきはるんで。でも僕は思いっきり下町育ちなんで、大阪市のやっぱ下町が美味しいっていうのは知ってるんで、そういうとこ行ってもらいたいですとかねよく言うんですよ。でも本当にね人情あふれた町なんで、うん、大阪って、いやもうそういう大阪のそういういいところをもっとこう何でしょうね、アピールして、飯山、まあ長野県からでもいっぱい大阪に観光に行ってもらえるように、うん、してほしいなって、うん、お待たせしました、おおきに。トガリスキー場で、お宿やられております門江さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょうど50年前に初めて飯山に来ました。50年前。そう、ちょうど大阪との交流始まった年にスキーに行きました。
それで交流始まって、はい、なんか身近に感じるようになったのと、あと大阪から直通電車がね来てたんですよ、飯山戸張まで。へー、それに乗ってきました。住むきっかけは何だったんですか？住むきっかけは月に最初に来て、ここのうちの主人と知り合って、で大学生の頃アルバイトに来てたんですね、このうちに。で卒業式の次の月にもうここに住んでました。その頃ちょうど私たちと同じぐらいの時期にね、お嫁に来た人がいっぱいいたんですよ、大阪。あ、そうなんですか。いましたね、結構。もう会えばぐじってましたね。もう嫌って。そうですね。でもみんな 今なるとここがいいねって言ってますね。今一番いい山の魅力っていうのはどんなところなんですか？もう本当にこののんびりさしかないような気がします。特にうちはこの山の上なんで、もう四季折々よりいろんな楽しみもあるし、遊びもあるし、まあ、仕事もあるし、お客様との触れ合いとか、動物との触れ合いとか、植物との触れ合いとか、そういうのは多分都会では感じないだろうと思います。交流50周年ですけど、はい、今後この飯山市と大阪市というのはこれどうなっていけばいいなとかっていうお考えとかってあったりしますか？もっともっと大阪の魅力っていうのか知っていただきたいと思うし、私はもう年に1回は必ず住吉大社の八田津さん行くんですよ、商売繁盛 のご祈祷にね。だから商売やるとしたら、人はまず大阪にどうぞご祈祷に行ってくださいっていうふうに言いたいです。そうですね。そういうところもじゃあ交流のきっかけの一つになれば。そうなんですね。大阪の人はもう食べ物にこだわってるので、飯山の食べ物をもう少し、ね、知ってもらいたいなと思います。であと花がね、飯山の花ってすごい有名なんですよ。で大阪のね、鶴見市場とかによく出てるんですけど、うん、知らない人が多いですね。もっと飯山の花を知ってほしいと思います。本当知らない魅力をたくさん知ってる鹿野さんだからこそのこのアピールですね。もうこれをきっかけにちょっとどんどん知ってほしいなと僕も思いますね。道の駅として大人気の花の駅千曲川がグランドオープンしました。飯山市の観光拠点として重要なこの施設に、大阪に本社を置くモンベル飯山店が併設され、同時にオープンしました。大阪との交流の拠点としても期待されます。大阪市、飯山市、姉妹都市提携50周年にあたり、漁師からのメッセージです。飯山市の皆さん、こんにちは。大阪市民局長の加藤でございます。飯山市と大阪市が昭和49年12月6日にスポーツ交流スキー姉妹都市の調印を行って以来、早いもので今年で50年となる節目の年を迎えます。この間、障害者スキー教室をはじめ各種スキーツアーの開催、育民祭りの出展や成人の日、記念の集いにおける、特産品のご提供、また大阪市コミュニティ合唱団におきましては、飯山混声合唱団にご参加いただくなど、漁師における市民交流にご尽力いただいておりますことに厚く御礼を申し上げます。来年大阪では命輝く未来社会のデザインをテーマに、2025年大阪・関西万博が開催されます。万博会場では世界150カ国を超える国々の英知が結集され、未来に向けた技術やサービスが紹介をされます。このような出展展示を直接体験いただくことで、新しい未来社会を創造する世代が育まれていくとともに、次の時代に大きく開く新たなイノベーションとなって、大阪関西ひいては日本全体の成長の起爆剤になっていくよう全力で取り組んでまいります。飯山市の皆様にもぜひ大阪にお越しいただけたらと思います。これからも飯山市と大阪市がますます交流を深め、漁師における市民の絆がより一層強固になりますよう、飯山市民の皆様、今後ともどうぞ末永くよろしくお願いを申し上げます。飯山市長の江沢紀夫でございます。大阪市、飯山市、姉妹都市提携50周年の節目にあたり、これまでの交流にご尽力いただいた漁師の関係者の皆様への敬意と感謝を申し上げます。さて、
うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川。唱歌ふるさとの作詞者高野辰之は飯山市ととても深い縁のある方ですが、あの詩のようにまさに日本のふるさとの原風景に包まれた田園都市飯山市でございます。今までスキー交流で多くの大阪の皆様にお越しいただいた雪の積もる冬はもとより、春の菜の花に始まり、四季折々に素晴らしい自然に恵まれております。また食味世界一に輝くおいしいお米をはじめ、アスパラガス、雪下人参などの野菜、シャクヤク、カサブランカなどの花作り農業も盛んです。お米がおいしければもちろんお酒もおいしい、忘れがたきふるさとでございます。大勢の大阪の皆様にぜひ飯山市へお越しいただきたいと思います。飯山市民もこれまで以上に心からのおもてなしでお迎えをいたします。そして第二のふるさとを満喫していただき、思う存分癒されていただきたいと思います。私たち飯山市民も大阪を訪れた際には、なにわの人情に触れ、人の温かさと食い倒れの街をたっぷり味わいたいと思います。大阪市と飯山市の交流がこの50周年を機により一層深まり、互いに心豊かな街づくり地域づくりにつながっていくことを記念して、お祝いの挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。スキーを通したスポーツ交流に始まった大阪市と飯山市の交流は、これからも長く強く絆を深めながら、漁師の市民の暮らしを彩り豊かにしていくことでしょう。